はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はねミストシャドウね、こちらをこれメインアカウントの方なんですけど、10連でゲットできますんで、順番来ましたんでね、やっていきましょう。ちなみにこのメインアカウントはなぜかね、週ビンゴで、これでも ここでやるとさ、イベント、あ、週ビンゴでいつも、あれ来るんですけど、まあ、これね、正直おみくじじゃねえや。なんだっけ忘れちゃった。スゴロクはね、特攻を使わなくてもいいので、もう、交流ポイント行きですね。一応60回確定は一緒で、ここですね、ミストシャドウね。優先発動ですね、久々の優先発動でいいのかな、はい。優先発動で、取り付くだから、超過護がね、優先発動されて、でもどうなんだろう、超過護が優先発動されて、なんかいいことあんのかな、回避アップで。ちょっとよくわかんない。で、優先発動といえば、そうですね、我らが上杉謙信がいるんですけど、まあ一応ね、優先発動の時は、回避がね、回避の数字で重なったらね、そっちが優先で、こっちは技封印、取り付く封印優先発動だからな。え、超過護優先発動してもそんなに意味あるっていうねあるかね。今だって超打ち消しがあるからさ、もう全て超打ち消しがあるから、でもこれが意味あるようになるためには、なんか超打ち消しガードとかそろそろ来んのかなはい、ミストシャドウさんね、力3000はめっちゃ強いし、3400か、守りも硬くて、回避も高いよね。回避3200、3400、3200。回避、あ、まあゲットしてから見りゃいいか。はい。これもかなり高いし、いいですよね。はい。で、一応もう、こいつら特攻としては弱いので、別に今回は特に、あ、ポイントアップがあるのか。なんで、一応これ持ってない人はね、こっちでチケットで回すのがいいと思います。で、初心者の方は、こっちで絶対宝珠を使わないでください。なぜかというと、0.2% しかなくて、私、当たったこと一回もないですね。500連して一回当たるっていう確率なので、まあ、正直ね、こっちで、ほぼほぼ当たんないので、まあちょっと初心者だったら当たるようにしてくれてるかもしれないけど、まあここで宝珠をね、使うの500連って、ね、10連で460宝珠使うんだよだから絶対やっちゃダメっていうね、これだけは言いたい。さあ、じゃあ、ストーリーは後で見ればよかったな。1話と2話連続してみてよかったミストシャドウ妖怪学園 Y がね、あれベニマルの時もあったんだっけ、ストーリーね。フーニャンとミストシャドウなんだね。いや、オロチにするのかなと思ったけどね、周遊にするのか。なんか、ラント君って、なんかちょっとオロチみたいな顔してるからさ、はい。なんで、どっちが侵略者なんだって感じなんですけど、はい。ミストシャドウ、ミストシャドウと、ジバニャン探して、ジバデュービー探してね。ちなみになんだっけ、あ、もう忘れちゃった。ジバニャンリュービー玄徳、なんだっけ、マタロウくんじゃない、なんだっけ、忘れちゃった。ジバジンペイか。ジバジンペイはエミちゃんの娘の子なんだよね。はい、エミちゃんっていうのはジバニャンのね、元々の飼い主の人だよね。はい、ということでいきましょう。で、こっちだと 0.4% で、ただね、チケットがあるので、皆さんね、チケットでいきましょう。まあ一応ね、あの国取りじゃねえ、この前のね、天然どんどんのとこね、確か、ここで交換できますんで、超ガチャチケットね、私はこっち交換しちゃいますね。まあ、あとはちょっとどんどろとか、くくりを交換して、あとレプリカをね、交換してやろうと思います。で、あとレプリカ注意が、レプリカは、レベルね、上げきっちゃうと、私最初これ、鬼砕き点とか失敗したんですけど、これ、4つまで開放先にしちゃうと、追加、
するのに1000万銭かかるんだよね。なのでこれね、最初に何つけるかっての微妙なんだけど、これなんか開幕イベントの時にゲットしたから開幕ばっかりで、これは微妙なんだけど、そうこんな感じでね、レベル1の時はまあそれでも50万かかるんですよ。で次がレベル4から2つなるんで、でこっからちょっとね100万か100万かかっちゃうんだけど、まあそんな感じでレベル3以下で上げて、レベル6以下かな、で次にレベル7でまあめんどくさいんだけどね、レベル7だとサブ効果追加が500万かという感じで、そう一気に先に上げちゃうとサブ効果つけられなくなっちゃうので、それだけ注意ですかね。はい、ほんと困ってるよね、お金がなくて。であとね、キャンペーン、これ本当は行きたかったけどね、転生コインゲットできませんでした。10万足りませんでした。割と周回し頑張ったんだけどな。ただここでもね、超過車チケットゲットできましたんで、ここはねこれで、はい、増やしたりしていいんじゃないでしょうか。私もこのねメインアカウント、このお楽しみガシャもうやめるの、有料法事ね、ちょっとこれもうやめるのカウントダウンになってますね。一応ねもうサブアカの方をメインにして、こっちのアカウントはちょっとやめようかなっていう風にちょっとね思っていながらも、まだズルズルやってますね。はい、行きましょう。50枚、あ10連チケットねえのか、行きましょう。さあ確定なんで、ここでなってくれましたね。晴れの日久しぶりだな。ポン2個、いいよ。まあ2個はねえか。ということでね、まあすり抜けがないからね、うん、なんかちょっと王者の風格が出てて、青いマントなんでね、冬にゃんの青いマントなんで、冬にゃんの青いマントなのか、曹操の青いマントか分かんないですけど、ミストシャドウね、かなりかっこよくできてますね。王冠もあって、ミストシャドウ曹操ゲットです。はい。彼らね、どうなんのかなっていうね、思ってたんですけど、ミストシャドウが曹操に収まったようですね。マタロウくんとか、どうするんだろうなっていうね、そのままトータクになるのか、ちょっとね、気になるところですけどね。ミストシャドウは薄ら影なんで、あ、これちょっと、そうだよね。これだいぶフォルムが違うよね。はい。いいんじゃないでしょうか。かっこいいね。イラストはこんな感じですね。さざざ、一緒ですね。じゃあ、ストーリー2を見ていきましょう。まだストーリー3、一回も見たことないんだよな。ということで、貴様こそまさかここまで強いとは。この堂々とした戦いぶり、地球を脅かす侵略者とは思えない。一体何者？ということで誰が来た。おお、呂布だ。貴様も異星人かということでね、異星人はお前の方だっていうね。まあ曹操が呂布をね処刑するんだよね。陳宮と一緒だっけ。で誰だっけ、女の人、朝鮮か、朝鮮を争うんだっけ。ということでね、赤鬼がなんかやられたのかな。まあ、正直この獅子王めっちゃ強いよね。獅子王もこれで変身するのか、獅子王超飛に。これで変身？あー、次で変身か。なるほど、という感じでございます。ストーリーはこんな感じで、さあゲットしましたんで見ていきましょう。大辞典で見た方がいいですね。力が多分割と強いよね。
おお、力ナンバー2ですね。闇閻魔の次に力が強いって感じですね。まあでもスザクはここのランクに入ってんだからすごいね。薄ら影強いな。そして回避も高いですね。回避はスザクには負けてるけど、回避も一軍にありますね。7位、6位ですね。はい、回避が高くて、力が強い。いいですね。このゲームはとにかく回避重要なんで、特にね、この取り付く優先発動が被った場合、その場合は回避が高い方が、先に優先で発動するので。ただ超過護優先で発動してもどうなんだろうな。あと回避アップがマックスの 30% じゃないのがちょっと気になるところ。ただそれも超過護かけた時に敵全体回避ダウンさせて、で施設ダメージアップがあって、もともと潜在能力でも施設ダメージアップがあるんで、これは国取りでね使いやすい。で命中クリティカルという基本ぶつかり取り3種の旧3種の神器が揃ってて、必殺技がすぐ打てる。でうすら影みんなでドガーンっていって超クリティカルあって悪い取り付か減少で、ぶつかり撃破で回避アップで風もアップで、国取りでもイベントでも使えるかな。ただプリッチとポカポカに強いってわけじゃないので、イベントで使えるかはこれからですね。ただそれも怠慢の強さ、国取りでの、ダメージがね 50% にとってアップになるので、まあ普通に通常周回でね使えるかな。ただ回避アップだからな。国取りはね力と揚力でダメージが決まってくるらしいので、まあちょっとそこのね残ヒットポイントが多いほど力アップの方がダメージと勲功はいっぱいもらえるんですけど、その代わり回避アップするってことはね、これめちゃめちゃ強いんだよね。攻撃当たんねえから。だってさ、回避の強い妖怪って強いじゃん。もうだから敵で出てきたら最悪だよね。でしかも命中ダウンもしてくるんでしょ。で回避ダウンもしてきて、命中ダウンされて回避ダウンされたらもうひどいね。まあ回避ダウンと命中ダウン全く真逆だけど、いやだってあれとか当たんねえじゃん、呂布とかさ。呂布とかが最後に残っちゃうともう最悪でしょ。あ、これ回避じゃなくてあれか、吸収するからだ。これは無効があるんだよね。こっちはぶつかり系キャで力アップか。命中アップ、あれなんでだろう。あれ呂布っていつもなんかいや全然やられないんだよな。あれなんだ。あ、そうだな。残ヒットポイント少ないほど回避 20% アップとかになって、そう当たんねえんだよね呂布って。なのでこの回避こっちは 5% アップか。ん、呂布は 20% なんだ。呂布の方がいいのかな。まああるんですけど、この回避アップね 5% アップがでかいので、結構当たんなくてみんな苦戦するんじゃないかな。しかも命中もダウンさせられるし、まあとにかく当たんねえ当たんねえなんで、まああとはね国取りでどうなんですかね。タイルコンとかつけて、もういつになったらやられんじゃいっていう、そういうやつになりそうですね。まあ減少系なんで、あとね、ほんと妖怪三国志ってね風のイベントが全然ないんですけど、ただ唯一ねこのうすら影だけ、あ、ごめん、さっきプリチーポカポカって言ったけど勇ましご決だね、得意な種族。はい、ごめん。結構ね勇まし豪傑のイベントはあるんで、で私ねだからねミストシャドウを多分私しかいないと思うんですけどね。あ、これあれだ、ミストシャドウ貫突してるんですよ。これそうだ、これ明夜化だから貫突してるの。これね私珍しいんですけど結構多いんですよね。不思議の風イベントはないんですけど、勇まし豪傑ってボスになりやすいんで、もうミストシャドウ何回も使いましたね。結構イベントで使わせていただいたんで、このね、転生ミストシャドウもきっと、とにかく多いんですよ風が苦手なボスがね。で特に勇まし豪傑はボスになりやすいので、これね帯なにゃんもそうでしょ、武田信玄豪傑でしょ、でこれ渋豪傑でしょ、で鬼釜、大釜豪傑でしょ、ノルカ豪傑でしょっていう感じで、そう、豪傑勇ましいってイベントボスに、これも豪傑なんだ。っていうか豪傑がなりやすいな勇まし少ねえな、豪傑ばっかボスじゃん。
ていう感じで、うん、結構ねイベントで使うことがあるかもしれない。ただちょっと今のうすら影ねレベルが高いので、まあ私的に言うとこのウサピョンの壁を越えられるかっていうね、プリチードコマジロウもそうなんだけど、ウサピョン、ウスラカゲはとにかくライバルが多いので、宇宙人に強い復讐心を抱く妖怪ヒーロー、ミストシャドウに父の仇に徹底的に復讐を行った曹操の力が宿った、不屈の精神と新たに手に入った力で敵に立ち向かう。ミストシャドウ学園ワイってなんかこの辺があんまかっこよくないんだけど元のねラント君は結構かっこいいね。そうで、ウスラカゲ不気味ってライバルがねこのウサピョンの壁が高くて、ウサピョンが勇ましい 40% なんだけど、これをね火力でなかなか超えられない。なんかね花子さんはね勇まし60あってもなんか大した火力出ないんだけど、やっぱウサピョンってすごいんだよね。しかも氷って結構あるんで、だからねソルカも勝てないんだよねウサピョンに、私の手持ちだとね。うん、まあその辺が、そう、旧ミストシャドウは小生のミストシャドウはさちゃんとこれがあったんだよ。勇まし豪傑の、そう、50、勇ましの 50% か、があったから、勇ましイベントでは結構使えたんだよな。なので、ちょっとね、まあ、さっきも見たけど、豪傑ばっかあるんで、あんま気にしなくていいんですけど、このイベントの時はウサピョンの壁、そして変な敵の時はね、この前もほら、文中活躍した通り、文中の壁があるし、まあ今ね、ドンドロもいるしさ、ドンドロ吸収か。まあハロウィンジバニアはともかく上杉謙信もいるし、上杉謙信はね種族アップがすごいし、なのでね結構私はゲットしたけですけど、日野神もねいるんでね、火力でこの4突ウサピョン、もうすぐ5突ですに、まあ黒龍もいるしね、かなり相手がうすらかげ不気味で風が苦手だったとしても、この4突ウサピョンの壁を超えるのはかなり厳しいんじゃないかなと、私の手持ちだとね、はい、思ってますね。そうなのよ、あの属性は種族が2倍なんだよね。で属性が 0.5倍、 1.5 倍なんだよね。で 1.5 倍はウサピョンがこの40% アップがあるんで、ほぼほぼ相殺して、さらに戦力値が高いから、そう、ウサピョンの壁、まあ、揚力だと花子さんの方が上なんだけど、まあ、とにかくね、ウサピョンの壁が高いので、使わねえんじゃねえかなっていう。ただ、短期決戦はね、いけると思うので、優先発動ね、するんだけど、まあ、でも、超過護優先発動して、いるんかねっていうね、なんかそれは若干あるんだけど、どうなんだろうね、超過護優先発動し、ちょっと意味あるんかな。だって打ち消し食らったら、まあ打ち消しガードとの組み合わせはあるけど、優先発動してもね打ち消されたらおしまいなんでね。ただこの回避の高さはね非常にいいので、どうでしょうね、組み合わせですごいなんか強、防衛とか強そうですよね。ただイベントでウサピョンの壁は越えられ、私の手持ちだとね越えられない気がしますのと、まあガシャ妖怪でね、私は美課金無課金なのでこの2凸とかできないんでねちょっとなーっていう感じですね。それよりも今回はまあちょっと次の動画で言うけど、まあ獅子王の方がねいいんじゃないのっていう感じはしますけどね、獅子王ね、うん、こっちの方が非属性ダメージアップがあるんでね、まあ、必殺にないけどね、はい、なんでまあちょっとミストシャドウ、まあ無課金勢はそんなにいかなくてもいいんじゃないのっていうね、私みたいにこのローテーションだったらいいんだけど、あとそうもう一個付け替えると、このスゴロクイベントって特攻のさ強さが弱いんですよ。まあポイントアップはしてくれるけど、なんかスゴロクのターン1回プラスぐらいしかないし、なんかラッキースタードロップいっぱいしてくれるけど、まあだからつってラッキーステージそんな大したことないじゃんなのでね、ちょっとそうハイスコチャレンジだったらさ特攻いたらさ
もうドロップめちゃめちゃしてくれるじゃん絆が。でもこれはあんま関係ないので、そうスゴロクイベントとしてもね、あんまり特攻がそんなに効果がね高い方じゃないので、まあただこれね使う人が使ったらものすごい強いと思うので、攻撃速度も速いしね。なので回避ダウンしてほんと当たんねえよっていう感じで、で3突でたたりもばらまくんでしょ。しかも開幕たたりじゃんね、開幕たたりで、とにかく敵に出てきたらやだね。で取り付くに力アップも加わって、上級者向けですね本当に。これはダウン系はもう上級者向けなんだよな。はい、これをもううまく使いこなしてた人が来たらもう、ああもうお手上げだなっていう感じですけどね。はい、ゼロ突だ、ゼロ突でも結構相手に来たら嫌だけどね。たださっきも前ずっと言う超過護をね優先発動して、なんかあんまりどうなんじゃろうっていうね、それはあるかな。ただ回避アップしてれば必中じゃなきゃね打ち消しもミスとかしやすいので、まあ、この辺なのかな。回避アップが30じゃないのがいいことだけど、まあだからとにかくこれほんととつってて回避が3000とかあったらもうゲロゲロゲーって感じなんですね。はい、なんですが、まあミストシャドウはこんな感じでございます。はい、じゃあ今回こんな感じしました。ちょっと長く喋っちゃってごめんね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあ一応彼らこっちもパワーアップしてるだろうけども、なんかやだなんかやだな、ほんとこの子たちお別れしてて来た妖怪だから、ほんとパワーアップしてきてもう嫌よ、ほんと彼ら一回ほんとね8突と9突にしたからね。あ、1体もともとあったんだっけ。まあこれはちょっとね、はい、ここ見てください。ここのメンテナンスのところにパワーアップ情報ね書いてあると思うので、ちょっとなんかね一回お別れした妖怪がパワーアップして特攻になって帰ってくるのはすごいなんか、いやーね、ほんと。まあでもほんとパープしてると思うよ。潜在能力、1体なんか、8回体もともとあるんだな。はい、そんな感じです。はい、すいません。またお会いしましょう。さよなら。やめてほしいな。学園 Y の方でいいじゃん。